から国土交通委員会会を開会いたします委員の移動についてご報告いたします。昨日までに小谷隆さんが委員を辞任され、その補欠として和田政宗さんが選任されました。理事の辞任についてお諮りいたします。武田涼介さんおよび益子輝彦さんから、文書を持って都合により理事を辞任しない旨の申し出がございました。これを許可することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。 この際、理事の補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては、選例により、委員長の指名にご一任願いたいと存じますがごごご、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは理事に長浜博之さんおよび浜口誠さんを指名いたします。国政調査に関する件についてお諮りいたします。本委員会は今期国会におきましても、国土の整備、交通政策の推進等に関する調査を行いたいと存じますが、ご異議ございませんか。 ご意ないと認め、採用決定いたします。国土の整備、交通政策の推進等に関する調査を議題といたします。先般本委員会が行いました委員派遣につきまして、派遣委員の報告を聴取いたします。